ドンゴ王国の領域ドンゴ王国は、現在のアンゴラに位置した近世アフリカの君主制国家。かつては、ドンゴやアンゴラといった名前で知られており、金文ドンゴが話されていた。ドンゴ王国の初期の記録は16世紀頃で、ゴラと呼ばれる王が統治していたが、この頃はまだ、コンゴ王国の従属国に過ぎなかった。コンゴ王国の属国だったドンゴは、1518年に、 コンゴからの独立を間接的に認識してもらうため、宣教師を求め、ポルトガルに施設を送る。1520年に宣教師は到着したが、現地の紛争やコンゴの圧力により撤退を余儀なくされた。コンゴの国王だった安人が無ン場は、宣教師をコンゴへ連れて行き、ンドンゴには、自身の司祭を残した。初期のンドンゴは、農業や塩の貿易が盛んだったがこの頃から、ンドンゴは、 ポルトガル人と奴隷貿易を始める。ルワンダに設置された召喚からポルトガルが砂糖キビ栽培で栄えたサントメとの奴隷貿易を行い、ドンゴはポルトガルとの奴隷貿易で力をつける。1556年頃、ドンゴはポルトガルに軍事援助を求め、洗礼を受けることを申し出たが、ポルトガルの当局者はその宗教的な誠意を疑った。 コンゴとドンゴがポルトガルとの主要貿易相手の座を争ったこの戦争は、強国の座から転落し内部構想や、属国の離反に苦しむコンゴの衰退の原因の一つとなった。この地で勢力を拡大したいポルトガルは、反コンゴ勢力を巧みに利用し、ドンゴはコンゴに勝利した。これによりドンゴはコンゴから完全に独立した。ポルトガル王セバスティアン一世に、 キリスト教家したアンゴラを征服する許可をもらったパウロディアス・デノバイスは、コンゴのアルバロ一世の支援を受け、ルアンダに上陸し取り出を築いた。ノバイスは、傭兵軍としてコンゴとンドンゴの両方と提携した。1579年、コンゴに定住したフランシスコ・バー・ブーダが率いる、商人は、トキノンゴランジンガン・バンビ・キロンボ、キア・カゼンダに ポルトガルガンドンゴを手に入れようと企てていることを助言した。この情報に従いんジン,ガンバンビは王とカバサでポルトガル軍を待ち伏せにし虐殺した。ポルトガル側は1582年にマサンガノに砦を建設。沿岸では多くのそばガンドンゴから寝返り、ポルトガルは植民地を広げた。1590年にはカバサを攻撃するが、 マタンバ王国と同盟したンドンゴに敗北。ンドンゴはポルトガルに反撃して多くのそばがポルトガルからンドンゴへ戻った。この時期ポルトガルとンドンゴの間には不安定な平和が実現した。ポルトガルは南クワンザでの活動の過程でインバンガラという武装集団と接触してその助けを借り植民地を拡大した。1617年には新知事。 ルイス・メンデスでバスコンセロスは、ドンゴへ大規模な侵攻を行い、インバンガラの協力でドンゴに侵入し首都を攻め、当時のオンゴラム版でくワンザガーの金ドンガ島へ、避難させ、何千人というドンゴ国民を捕虜にした。しかしバスコンセロスは、ポルトガルの傀儡政権を作り出すのに失敗した。インバンガラは、ドンゴに対する略奪を繰り返した。 バスコンセロスの後継者であるジョアン・コレーアでスーアは、ドンゴとの平和を図り、1621年ムバンディは、妹のジンがムバンデオルワンダに送って交渉させた。彼女は、ポルトガルのドンゴ侵略の拠点となっていたリュカラと、アムバッハの全身トリデを撤収し、多数の捕虜を返還し、略奪行為を繰り返していたインバンガラをドンゴから追い出すという平和条約について交渉した。 ムバンディは島を離れて首都に復帰し、ポルトガルの進化になって、年間100人の奴隷を捧げた。1623年に和平。しかしポルトガルは条約を尊重しなかったため、インバンガラの指導者カザは、ドンゴに加わった。ニームバンディの死後、ジンガは、ムバンディの息子の摂生になったものの、すぐに、これを殺し、王位についた。ジンガは、脱走奴隷で軍隊を組織し、 首都をより守りに適した、ドどんご発祥の地であるカバンガに移した。そして、隣接するマタンパ王国も平凡し、国力を高めると、たびたび、ポルトガル軍を撃破し、やがて、アンゴラにおける、ポルトガルの首都的拠点であったマサンガンを包囲した。しかし、ポルトガルの反抗が始まると、国土の多くを失い、マタンパに撤退するが、女王が死ぬまで王国は征服されることはなかった。 ポルトガルは別のノラを建てた。ポルトガルの区別として存続していたドンゴは1660年に半家を翻したが1671年に長い、包囲の末、完全に併合された。オトコンゴラアンジンガオトコンゴラキルアンジ、イネオトコンバンビアンゴラオトコンゴラキルアンジ、キアンバンビオトコンジンガンゴラキロンボ、キアカゼンダオトコンゴラムバンビキルアンジオトコンゴラ、 男人が無番で女ん人が無番で男張り飽きる暗示、男、んごら張り女無幹部無番ディありがとうございます。